大谷清美は、群馬テレビ報道制作部報道特任部長、元アナウンサー、群馬県出身、熱狂的な直信者、上地大学在学中、神宮での6大学に惹かれ、早稲田大学に入学。大学の卒論は、プロレスの市民権大学時代から新日本プロレスで、アルバイト、プロレス中継アナウンサーを目指すも、最終試験で落ち、スポーツ新聞社で、 プロレス担当。その後、群馬テレビのアナウンサー試験に合格し移籍学生時代はプロレス研究会を創設した。入社後、主にスポーツ中継を担当し、ザスパクサツや高校野球の実況、さらには気流協定、レッスル夢ファクトリーや天竜のウォープロレス中継の実況も務めた。喋って喋って60分にはレギュラーゲストとして出演をしていた。 2006年に報道部副部長へ昇進後は、報道業務が主となり、2007年4月には、アナウンス業務から離れ、後輩の指導などに専念している。趣味は、プロレス観戦と全国の体育館巡り、前橋地裁の傍聴、松浦彩のコンサートに参戦し我を忘れることと、コンサートグッズの収集。群馬テレビホームページ内で、アナウンサーが持ち回りで書いているコラムで、 あやや通信のある文章を載せている。ありがとうございます。